シルカーズチャンネル。皆さんこんにちは。シルカーズチャンネルの大峰です。こんにちは。サフランディレクションの伊藤です。今日は新宿落合にある肉、干物、麺、離れ離れさんに来ております。今日は店長千田和樹さんが作る渾身のラーメンをご紹介します。千田さんは以前板橋区にある麺屋ブッチャーさんでシェフをされていました。現在は落合にあります離れ離れ落合さんの方で渾身のラーメン、オリジナルの進化ラーメンを作ってらっしゃいます。あ、そうなんですね、はい、すごい気になりますね、はい、はい。それでは早速ね、はい、店長千田さんに渾身のラーメンにかける思いを聞いてみたいと思います。いやー、店長、ラーメン非常に美味しかったですね。ありがとうございます。いやー、美味しかった。渾身の醤油ラーメンでしたね。はい、ありがとうございます。特徴はどんな特徴なんですか？そうですね、まあ、自分がずっと今まで、はい、背脂のこってりしたラーメンをずっと携わっていることが多くて、うん、で、まあ、今回ちょっと自分の中で新しいものを何か作るっていった中で、こうあっさりした系のもので、まあ、品そばとか中華そばっていうような、はい、日本人の方にこう馴染みの深い、はい、食べやすいラーメンをちょっと今一から作ってまして。そうなんですね。はい、その一作目ですね。はい、なんか、こちらにいらっしゃる前は、板橋区の方で。あ、そうですね。本当は、まあ、はい、群馬なので、群馬の方でラーメンを初めて関わって覚えて修行して。そうなんですね。まあ、そこの会社で東京に出店するその中で自分が来て、板橋の方で、はい、麺屋ブッチャーという名前の、ラーメンを任せられて、はい、で、まあ、そのラーメンも移転して、はい、中野区の背脂ジョニーという形で、はい、そこも背脂系の同じラーメンを、はい、自分はずっと一緒にやってました。あ、そうなんですね。ご一緒にお仕事されてる。そうです。料理人の、はい、はい、坂間と申します。坂間さん、まあ、はい、彼もまあ元はずっとその板橋で最初に僕は東京出てきてやった時の、はい、彼は常連さんというかお客様で、あ、はい、お客様だったんですね。そこからの縁なんです。ああ、そうなんですか、はい、もう背脂が、もう見ての通り背脂が僕たちをつなげたと言ってもいいぐらいの、はい、お客様からご一緒にお仕事されるようになったんですね。そうですね。まあ、だから本当にこうラーメンってこう皆さんの身近でたったこの一杯でもここから始まるこうストーリーというか物語ってすごくて、人の出会いであったり、まあいろんな人にいろんな意見をもらって、はい、なんかもう見た目は本当シンプルなんですけどね、すごく奥が深い世界だと思います。そうですね、はい、なんかストーリーも素晴らしいですね。ありがとうございます、はい、素晴らしいって。ありがとうございます、はい、まあ、彼とその一緒にやっていたその板橋のお店にいた時に、はい、まあ、ここの経営者の方、社長様が、お客様というか常連様だったんです、この社長も。そうなんですか、はい、で、自分たちのこのお店の味に惚れ込んでいただいて、で、まあ、このオーナーさんは元神楽坂で、お店をやられてたんですけども、まあ、その時からいろいろご縁があって、で、まあ、この前までは僕もちょっとそこのお店から離れて蒲田の方で、兄弟と、はい、他の仲間たちとみんなで一緒にお店をやっていたんですけども、まあ、今回ちょっといろいろタイミングがありまして、まあ、このオーナーさんと、はい、一緒にちょっとお世話になることになりまして、まあ、僕が自分と彼と一緒に独立をいつかラーメンをやりたいっていう夢があって、はい、その中でこのオーナーさんがお手伝いをぜひ応援したいってことで、今いろいろこの場所を用意してくださり、まあ、ここの中で、まあ、自分たちの味をいろいろ見つけて、いつか羽ばたいていけよ。素晴らしいですね、はい、オーナーさんが応援していらっしゃるんですね。そうですね。いや、素晴らしいですね。すごいです。これも本当にこのラーメンから始まった本当にご縁なので、もう千賀さんが作るその一杯のラーメンの味が人をつないでここまでストーリーが出来上がってるんですよね。そうですね。素晴らしいです。ありがたい話です。でも、ラーメンに関してもなんですけど、まあ、自分たちがねずっとやってたのは背脂系のチャッチャのラーメンをやってたんですけども、まあ、それもそれで結構人気あって自分たちでも美味しいなって思うんですけど、今回こう挑戦した品そばが、まあ、数種類の醤油をブレンドして、まあ、魚系の節、昆布とで、まあ、どっちかっていうと何だろうな、もう真逆ですよね。なるべくこうあっさりしたもので食べやすく、麺も中太麺から細麺に変えて、まあ、低下水の食べやすい小麦の香りを味わえる
麺に変えました。まあ、スープも1日かけて鶏ガラと、魚介系と、まあ、あと香味野菜をいろいろ入れて、まあ、あとは上にかける油ですよね、まあ、鶏の油と豚の油ラードを割ってるんですけども、まあ、ラーメンってこう自分の中で作った中でこうやってスープにしたって麺を持ち上げた時に麺にこの表面に浮いてる油が全部絡みついてくるので、やっぱり最初にガツンとくる香りって油なんだなと思ったんですよね。なのでまあ背油でなく今回鶏の油をあっさり使うということで、その鶏の油にもこだわって、まあ、いろんなものを入れて香りを出して、まあ、ゆっくり煮出したその油をあの香り付けに最後上にかけて、はい、提供している感じです。まあ、あとは何といっても一番人気はチャーシューですね。このチャーシューは本当に全国からすごく美味しくて食べたいって全国の人に届けたいっていう人が来てくださるほどすごく美味しいチャーシューで、以前やっていたチャーシューにちょっと少しアレンジをしてるんですけども、林 SPF というブランド豚を使って、まあ、国産の中でも特にいい豚ですよね、まあ、その豚をあの丁寧に形が崩れないように弱火でゆっくり自分たちで巻いて管理して作ってる、まあ、角煮みたいな味がしっかりついたチャーシューなので、もうご飯も進みますし、まあ、いろんなものに使える最高のチャーシューだと思ってます。はい、そうですね、ラーメンのトッピングにもある味玉と、味玉に関しても、自分たちで作ったその醤油ダレにちょっと、さらに調味料を足して、甘じょっぱい感じの、味玉になってるんですけども、そこにさらにちょっと燻製を効かせてくん玉になってます。はい、でラーメンに、とっても合う、なんですかね、チャーシューに負けないぐらいのトッピングの一つになってると思うので、そこもぜひ味わってほしいなと思います。あとそうですね、味付けされた極太メンマも、確かに苦手な方もいるかなとは思うんですけど、そこもこだわってのラーメンに合わせてのメンマになってますんで、もう全部総称しての一杯として皆さんに感じていただけたらなと思います。いいね、自分たちの全てが詰まった一杯のような感じで、はい、はい、でまた何ですかね、これにとどまらずもっともっと美味しいラーメンを追求できるように研究していきたいなと思いますね。そうですね、まあ、僕らの中でもいろいろその独立するまでというか自分たちのものをこう作るまでってすごく皆さん本当苦労されてると思うんですけど、なんかこうさっきも言ったようにラーメンって本当にシンプルで一杯の中にいろんなものが凝縮される料理だと思うので、まあ、そこの一杯で全てが分かるじゃないですけどね、まあ、でもなんかこう美味しいものを追い求めて、まあ、100人いたら100人の人に美味しいって言ってもらうことってのは難しいかもしれないですけど、でもそれを100人に近づける努力というか、そういったものって果てしなくずっと努力し続けるのが大事だと思うので、まあ、そういったものを考えながら日々何かを変えて、まあ、お客様の声を聞きながらお客様と一緒に作っていけるような、なんかこう最高の一杯みたいなのを目指して、で、まあ、いずれはそう自分たちの夢を形にして独立した時に、まあ、その自分たちのお店を作り上げた時にそれがゴールになるわけではなく、そこでこうたくさんの方たちの笑顔を作るというか、まあ、その先をこう目指して目標にして今一杯を作るっていう意識で、僕らやってます。で当店はですね、去年のですね、11月3日にオープンしたばっかりの、まだ出来たてほやほやの新しい店だよね。そうです。でまだ結構2週間でバタバタでお店をちょっと仕上げたので、まだまだのところもありますし、実際、まあ、コロナの影響もあったんですけど、ネットとかでいろいろ呼びかけとか告知もできないままスタートしたので、なかなか難しいです。今知られてないお店なんですけども、で場所もちょっとね、大通りから入った入り口が細い道を入ったところにある2階のお店なので、かなり場所的にもちょっと穴場みたいな変わった場所になるんですけども、ただお店の中に入ってきていただければ、こういうちょっとおしゃれな空間と、あとはこだわりも肉と干物と麺っていうこだわりがありまして、肉に関してはこう厳選したラム肉とか、あとはいろんな牛であったり、もちろん豚もそうですし、いろんなお肉なんかをこだわって、溶岩なんかでこう石焼きにして焼いていただく調理方法で提供しているものもあったり、あとはまあ干物に関してはね、どこだっけ、熱海にいらっしゃる、干物クリエイターの藤間さんという方の干物を、独自のルートで入手しているので、
はい、それで代表するのが、サバ塩干しを中心とした、うまいね、あれはうまい、とても干物と思えないぐらい脂が乗ってる感じですごい美味しいので、まあ、ぜひ、皆さんに食べていただきたいなと思います。いいね、まあ、あとはその三本柱の一番最後麺ですね。その麺にこだわってるのは、ね、元からこう、まあ、うちで今メインで本当は推していた、五島うどんっていう長崎のうどんだよね、はい、まあ、一般的には現地の人たちは地獄炊きっていうボコボコしたお湯の中でこう生卵とあごだしのだしを絡めて食べていただくのが一般的な食べ方みたいで、うちもそれはもちろん食べられますし、それ以外に、まあ、うちのスタッフですごくそのうどんのだしを作るのが上手な子がいるので、まあ、そこでこだわりの週替わりであったり、いろいろその時の気分によっていろんなこううどんを変えたり、そういうのを提供している時もありますので、それも一つの目玉というか楽しみであり、そして僕らのそのラーメンとかもちろんチャーハンなんかもいろいろあるんですけども、まあ、要は楽しく、食べて飲めて、そこのお店で一箇所で最後まで締めて美味しくできる一軒でとどまるお店ができればいいなっていうのが、まあ、僕たちの中でもあって、もちろんお酒もこう見ていただくと分かるんですけど、すごく芋焼酎もうちの女のこだわりでプレミアのものがあったり、あとねサイダーね、はい、全国の47都道府県の、地サイダーですね、全部用意してますので、お酒飲めない方でも楽しめるような形になってます。そうですね、うちのオーナーのね優しさというか、みんなでやっぱり最初の乾杯の時ってね、どうしても飲めない人がお水だけとかって周りもみんな気使うと思うんでね、まあ、あとは今こういう時期なんで時短営業があったりとか、まあ、皆さんどっか飲んでから締め行くって時に本当にその間にも他のお店が閉まっちゃうっていうこともあると思うので、まあ、うちも広々空間は取ってますし換気もできてるので、まあ、その中でゆっくり早い時間から来てそのまんま閉めていただいてっていうのが僕たちの一番提供したアットホームな雰囲気が届けられたらいいなと思ってます。こんな感じのお店です。はい、お待ちしております。はい。